遊撃士の力見せてあげるわ。つまり私は復活した魔王ガルシスってのをぶっ倒すためにこの世界に呼ばれたわけね。正式に依頼されたわけじゃないけど、これも遊撃士の仕事のうちよね。全力で当たらせてもらうわ。感謝します、エステルさん。それに私以外にも異世界の戦士ってのがいるんでしょ。みんなで力を合わせれば魔王だってきっとなんとかなるわ。早速合流して。って、あれ、どうしたのよ、浮かない顔して。いえ、それについては後で説明します。今はとにかく先に進みましょう。魔王ガルシスの居城は大陸の中心にあるイーグリッド山、その頂上にあります。まずは山のふもとに広がる魔性の森を抜けていきましょう。オッケー、それじゃ早速出発しましょう。いらっしゃいませ。なの、これを今日バッチリ強化、バッチリ強化、大成功、大成功な、バッチリ、大成、バッチリ強化できたの。これでいい、ありがとうな、ありがとうなの、これでありがとうなの、これでありがとうなの。また来てほしいの。するわね。魔性の森、魔王ガルシスの魔力に当てられて変質してしまった場所の一つです。そっか、気をつけていかないとね。え、周りの景色が変わった。よう姉ちゃん、こんなところで何やってんだい。誰？あ、もしかしてこの子がさっき言ってた仲間の一人ってわけね。はあ、やっぱりか。うわっ！何すんのよガキンチョ。私たちは魔王を倒すために。魔王様に盾つく連中がこの辺りに現れた。聞いた通りだぜ、動くなよ姉ちゃん。オイラが人思いにぶっ倒してやるぜ。わけがわかんないけど、やるしかないってわけね。ぶっ飛ばすわよ。
オイラが相手してやるよ。レディーファイト。ダメか。 YO WIN! 楽勝楽勝。さあどんどんかかってらっしゃい。あ、景色が元に戻った。どうやらこの子にゆかりのある場所が再現されていたようですね。やはりそういうことですか。ラッピー、異世界の戦士って一緒に魔王と戦う仲間よね。なんでいきなりその仲間に襲われなきゃなんないのよ。すみません、一度この目で確かめてからお話ししようと思っていたのですが、今ザナドゥにはある異変が起きています。異変？正確にはザナドゥの断りに異変が生じたと言うべきでしょうか。魔王と戦うべき戦士がエステルさんに立ち向かってきた事実。おそらく彼は本来の断りから外れ、魔王を守る戦士として召喚されています。あ、なんですって。本来ならばこのザナドゥの断りが持つ力によって正しく召喚されるはずなのですが、どうやら今回その断りが正常に作用していないようなのです。断りって要するに世界の決まり事みたいなものよね。それがおかしくなったのは魔王のせいってこと？先ほどの空間への干渉、あの強大無比とも言える力は魔王のものに相違ありません。断りに魔王が干渉している可能性は十分にあります。今の断りで召喚された戦士は魔王の守護者である自分に疑問も持たず我々に襲いかかってくるでしょう。たった一人で魔王と戦わなきゃいけないってこと？そんなのいくらなんでも。方法はあります。先ほどエステルさんに倒された少年、彼にある術を施します。え？大いなる断りを古の大地に刻みし鼓動を持って何時をあるべき姿になさん。はっ！あれ？なんでおいら魔王の手先なんかやってたんだ？これって彼を支配する断りを本来あるべき姿に戻しました。魔王の配下となった戦士を打ち倒すことができればこの術で仲間に戻すことができます。そっか、私もその術のおかげで魔王の手下にならなくて済んだわけね。これなら魔王の守護者になった人たちを仲間に戻せる。わかったわラッピー、きっと仲間を揃えて魔王をぶっ倒してあげるから。厳しい戦いになるでしょうが、改めてよろしくお願いします。エステルさん、任せて。精一杯頑張らせてもらうわ。それにしても言葉は喋るわ、こんな術は使えるわ、変な魔獣もいたもんね。ダメか。 YO WIN! 遊撃士は強いかですって。もちのろうよ。
腕が鳴るわ。レディーファイト。えいえいよっよっはえいえいよっえいはっそーダメか。 You win。 もっとも腕が鳴るわ。レディーファイト。オイラじゃ無理だよ。 You win。 遊撃士は強っ。ぶっ飛ばすよ。 Ready fight。 はっえっはっよ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 っはっ。オイラじゃ無理だよ。You win。 遊撃エステル姉ちゃん、誰かいるみたいだぜ。クローゼ？そんな、なんでこんなところに？彼女もまた異世界から召喚された戦士の一人。そういうことでしょう。エステルさん、どうやらあなたは私の敵みたいですね。あなたが魔王にあだなすというのなら、私が全力でお相手します。このユリアさん仕込みの剣術で。あのクローゼが悪い奴の手下になるなんてちょっとショックかも。ううん、だからこそ私の手でよね。クローゼ、あなたの一親友として受けて立つわ。参ります。さあ勝負よ。全力でいきます。レディーファイト。はっよっよっはっはっえいはっはっえいはっ。まだまだ未熟ですね。 You win。 もっともっと強くなっていつか父さんを超えてみせるわ。よし、これで大丈夫みたいね。エステルさんに剣を向けてしまうなんて、自分が信じられない気持ちです。いいっていいって。それにしてもあのクローゼが何の迷いもなく魔王なんかの手下になるなんて。オイラの時とは全く一緒だな。自分じゃどうにもならないんだよ。どうやら想像を絶する相手みたいですね。気を引き締めていきましょう。になっちゃったわね。エステルお姉さんのお仕置きで元のいい子に戻してあげるわ。腕が鳴るわ。よろしくお願いします。レディーファイト。はっよ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 っはっよっはっはっはっよっはっよっよっはっえいよっと。You win。 もっともっと強くなっていつか父さんを超えてみせるわ。よかった。これでティータちゃんも元通りですね。
それにしても驚いたな。すげえ武器持ってる女の子だね。あんまり気にしないの。まあ、ティータが元に戻ったからオールオッケーってことで。それにしても魔王、許すまじ。可愛いティータにこんなことさせるなんて。あったら絶対にボコボコにしてやんだから。お姉ちゃんってば。だけど、なかなか森を抜けられないわね。なあ、本当にこの道で合ってんの？ええ、方角は間違いないはずなんですが。この魔性の森は魔王の息がかかった場所ですから、現実で迷わされている可能性も否定はできませんね。なんですって？おほ、勘弁してよね。このまま抜けられなかったら。心配はいらないよ。ヨシュア、お兄ちゃん。ヨシュア、無事でよかった。皆さん、気をつけてください。うわ、なんだよこれ。やはり彼も魔王の守護者として召喚されているようです。それにどうやらこの森の番人を命じられている様子。おそらく彼を倒さなければこの森から出ることはできないでしょう。マジ？どうすんだ？エステル、君がこれ以上先に進む必要はない。心配はいらないよ。たとえ森から出られなくても僕がそばにいてあげるから。ふざけないでよね。そんなひくれた言葉なんかまっぴらだわ。来なさいヨシア、目を覚まさせてあげる。さあ勝負よ。よろしくお願いします。勝たせてもらうよ。レディファイト。はっ、ヨシア、はっ、ヨハッピー、ヨッピー。わけにはいかないんだ。 You win! レンちゃん、私もっと強くなってレンちゃんと向き合うから。よし、今よラッピー。お任せを。これでヨシアさんを正しい断りに戻すことができましたね。はあ、どうなるかと思いました。エステル、大丈夫かい？ヨシア、もう何言ってんだか。この場合
心配するのは私の役目。どうやら他の方と同じく記憶ははっきりしているようですね。ヨシワさん、よろしければお話を聞かせていただけますか？ああ、お安い御用だよ。どうしました？あ、いや大丈夫、大したことじゃないから。なんでポムが喋ってるんだ？ああ、やっぱ今回の異変の原因は分かんないのか。ごめん、さっきまでは魔王の守護者としての自分に何の疑問も持っていなかったんだ。魔王の力についても何かを疑うなんて発想が全くなくて。でもそれは当然ですよね。謎は残ったままですね。魔王が尋常ならざる力を持った経緯、それを知りたいところですが。とにかくここに突っ立ってちゃ何も解決しないのは確かよ。とっとと先に進むとしましょう。そうですね。この先はハーレック平原、かつて魔王ガルシスに滅ぼされた都市の遺跡があります。遺跡を抜けた先にイーグリッドさんへの入り口があるはずです。よし、早速行ってみましょう。モナのお店へよ。これを強化、大成功なの。モナ暇なの。モナも戦ってみたいの。またのご来店をお待ちして。